よろしくお願いします。いつもいらしていただいて。いやいや、こちらこそ。今日はなんかドラ、あ、カステラ、カステラいただきました。ドラ焼きです。ドラ焼きでした。どっちだっけってなって。そう。ドラ焼き、ありがとうございます。こちらこそ。いただきます。インスタ上げるかもしれないです。上げてください。今日いかがですか？前回よりなんかすごくメンタル的だとか、うん、体調的にはいいんですけど、うん、やっぱこの時期確定申告 の、うん、こう領収書とかレシートをこういろいろやってるうちに、やっぱちょっと腰がねちょっとやっぱり固まっちゃってですよ。で電卓打ってね、はいはいはい、頭も使うし ね、細かい計算書いたりとかでね、目も使われるし、そうなんですよ。まあ、1年分ですからね、いろいろこう遡ってね、こう照らし合わせてってするの結構骨が折れますよね。まあ、毎月ちょこちょこやれよって思うけどね。ああね、まあね、私もでも貯める方なんで分かります。やっぱかかりますよね、お時間ね。そうですね、あっという間にね、日が暮れてますよ。大変ですね、はい。もうダンス再開されたんですね。あ、そうですね、して久々に楽しかったし、あ、よかったですね。意外と筋肉痛にならなかったです、うん、あ、思ったよりも思ったよりも全然、ね、はい、おー、すごいすごい。だからまだやっぱり2ヶ月、3ヶ月ぐらいだと、うんうんうん、そこまで変になってないけど、でもやっぱりもうなりかけてましたね。うん、やっぱちょっと体のキレが悪くなっちゃったりとか。そうなん、そうなんですよ。うん、ちょっと腐りかけてました。危ないとこでしたね。慣れてるとはいえ、やっぱ何ヶ月空いちゃうと錆びついてきますね。なかなか、そうそう、錆びつきが出てきますよね。だから先月、いろいろとやっぱり詰めすぎたし、あとやっぱり生活ね変えちゃって、変えちゃってやっぱり、あ、これは悪い方に行っちゃったんだなっていう ね、まあ、寒い時期にね外に出て、だからフリーマッサージも今隔週に、あ、それぐらいがいいと思いますよ。やっぱちょっと様子見ながらね。そう天候だったりとかもあるし、そうですね、うん、おかげでちょっと本当にこの1ヶ月ぐらいはかなり楽になりました。よかったですね。本当に部屋の掃除もできるようになったんで、あ、めっちゃここ痛かったですもんね。ねえ、いや、っていうかその全体的にだいぶこの毛のね裏とかも、なんかブリンブリンってなんかなんていうんだ、貼り方が変な風にありましたよね。座り時間が長かったとかもあって、ありますね、はい。今日は、まあ、前回よりはマシですけど、やっぱりまだね、はい、そんな急に体が良くなるわけないんで、はいはい、そうですね、まあ、お手柔らかに、あ、かしこまりました。よろしくお願いします。今日もトーク戦使いながら、はい、やっていきますね。よろしくお願いします。もう前回よりは乳首柔らかくなってますね。本当ですか？うん、だって前も置いてたら釣りそうなんでって言ってたじゃないですか。あ、今日なんか釣る感じじゃないですよね。そうですよね、台風並みみたいに言ってましたね。まずチェックをしましょう。はい。あ、まあ大きくはないですけど、ちょっとうねうねが。うねうねありますか？ありますね。結構ずーっとありますね。ここ2、3、ずっとある感じですね。首のから腰まで。細かにやっぱり蛇行が続いて、うねうね道が。かなりこの差が大きいですね。そうですか。すごいありますね。ちょっとこの腸骨が、そうですね。指幅で3本分ぐらい出ちゃってますね。このここからでここに合うんですけど、ここじゃないですか。あ、そうですね。1,2,3 で3本分ぐらい、こう高さがだいぶ違いますよね。これで分かりやすいですか？ここのね高さね、ここで合わせるとこっちにこの辺で来るので、かなり、だから足の長さも結構違っちゃってたんですよね、今見た感じと。やっぱり、あ、本当だ、ここに行きますよね。普通に真ん中で合わせると足がねこうなっちゃってね、こう上がっちゃってますね、右ね。そうっすね。いてててててて、あ、肩甲骨使ったとこ痛いですか？そうそう、左側痛いです。左が痛い、うん、いてててて て、あ、これ初めてだ。そうですね、いつも見るんですけどなかったですもんね、こう痛いっておっしゃること。ここでは、そ、でも若干左が低い感じですね。痛い痛い痛い。左が痛い。それ、ないやつですね。しょっぱなから痛い。痛い。ふくらは
にもちょっと右が痛いんじゃないかと思うんです。痛い箇所があるんじゃないかと思う。前回両方痛かったような気がするんですよね。そうですね。これ左にあるな。これ痛いですよね。そうですね。はいはいはい。でも右が短いんだよな。まあ、そういうこともあるんですね。左の方がありますね。はい、ちょっと凝りが。まあ、ここ右もあるんですけど。そうですね。左の方が痛いですよね、これ。ああ、でもなんか先月となんか違う感じですかね。うん、はい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 。先月よりは、あの、柔らかいし、あったかいです。多分、あれなんですよね、はい、あの、踊りを、今日もちょっと軽く練習してきて、で、あの、しっかりあのお風呂に入ってきましたんで、なるほど、なるほど。多分それで少し変わったかも。そうですね、うん、そうなんですね。筋肉の状態が多分前回よりいいんですね。そうですね。ただ、長さが、歪みが結構激しくあるっすね。それとこれと別に。そうですね。ここで見てもやっぱり盛り上がりになっちゃってるから、そうですね。座骨の高さが違ってますね。このまま全部こう足は右上がりですよね。下半身で言うとそうですね。背骨を合うようにしてて右上がり。そうですね。本当だ、触られててもうねうねしてる。うね、そうなんか。いや、早速なりました。やっぱで、あと背骨に弾力がちょっとやはり足りないですよね。ドキドキしてますね。まあでも前回よりはいいですね。ああ、そうっすか。やっぱりマシになってます。笑われてる。笑われてる。いやいやいや、あの、ま、マシになってるかもとおっしゃったので、まあそうおっしゃった通りで、マシです。マシって言い方がちょっとひどいですけど。でもね、あ、よくないですよね、まだね。まだそう、よくはないから、やっぱマシっていう表現がしっくりくる感じなんですけど。うん、そうですね。そうですね。なんだろう、だいぶなんか左右差がありますよね。左痛い。そうなんですね。なんかね、これで言ったら、だから右のがね、高いんですよ。あ、そうですか。そうですね、左の方が低いんですよ。だから、コンディション的には別に左肩下がってたら問題なそうなんですけど、左の、まあ、この肩付け根とか肩甲肩痛いんですよね。この辺が凝ってるってことですね、きっとね。やっぱちょっと複雑な振り方を今回もいえ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 、まああれあるんですよ、やっぱ歴史があるので、いろいろこう長年になってくると、右痛い、痛い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 、これずっと痛い左はそうでもない。あ、そうなんですね。張ってますけどね。左はそんなでも、まあ、なんか痛気持ちいいぐらいの感じですね。で、右が痛い。痛い痛い了解です。で、首見ますね。首はここで見たいですね。これが痛そうですね。痛すけど、なんか、あ、はい、右の方がなんか、はい、って感じ。あ、左も。え、これすごい凝ってますけどね、これ。あ、でもなんか飛び上がるような感覚はないです。はい、痛そうなんだ。はい、右の方が、ちょっとずっと痛いですね、痛いですね、痛い。じゃあ鋭い痛みは右に出てるということですね。はい、かしこまりました。はい。